スタンダール作、前川健一役「パルムの総員、その第11回第3章続きからこの時道は深い森の中へ入っていたが主砲女は全速力でこちらへ駆けつけてくる味方の34人の兵隊を見ると素早く馬車の踏み台に飛び出し 道から20歩ほどのところへかけて行ってそこに隠れた大きな木を引っこ抜いた後のの洞穴にうずくまったのだ今こそ俺が卑怯者かどうか試してやろうとファブリスはつぶやいた彼は主砲女の捨てて行った小さな馬車の傍らに泊まって剣を抜いた兵隊たちは彼になど目もくれないで道から左手の方へ 森に沿っってて通り過ぎて行ったあれは味方の兵隊だよ。と女はすっかり息を弾ませながら馬車の方へ帰ってきたがそれでも静かに言った「もしお前さんの馬が駆け足できるんだったらこの森の外れまで行って野原に誰かいるか見てきてもらいたいんだけどね」。ファブリスはそれを二度とは繰り返させず。 白柳の枝を折って刃を落とし力いっぱい馬を打った馬はちょっと駆け足に移ったがすぐまたいつもの小刻みな速歩になってしまう女は自分の馬に駆け足をつけ「お泊まりお泊まりったら」とファブリスへどなったダリは共に森を出たが平原のはずれまで来ると彼らは恐ろしい騒音を耳にした。 大砲と小砲の一斉射撃があらゆる方面から、右からも左からも後ろからも響いてくるのだ。彼らの出てきた森は平原より白尺ほど高くなっていたので、二人はかなりはっきり戦場の一角を目の当たりに見たのだが、それでも結局この森を出外れた牧場には誰もいなかった。この牧場ははるか向こうを、 こんもり茂った柳の長い並木で区切られ並木の上には白煙が現れそれが時々渦巻きながら空に舞い上がっていた「連帯の居所さえ分かってればね」とシフ女は困りきったようにつぶやいた「こんな大きな巻き場をまっすぐに横切っちゃだめだしそれはそうとね」とファブリスの方を向いて し、敵の奴を見かけたら、その剣の先で突き刺すんだよ。身の方でやろうとしちゃだめだよ。この時、主砲女がさっきの四人の兵隊をまた認めた。彼らは森から平原の左手の道へ出てきたのだが、その一人は馬に乗っていた。さあ、お前さんの仕事ができたよ。女はファブリスに行って、おい、 乗馬兵に呼びかけたこっちへ来てブランディでもお飲みよ兵隊たちは近づいてきた第六軽期兵隊はどこにいるの女は叫んだ向こうだここから5分ぐらいのところだあの柳の木に沿うた溝の向こうだ何しろ魔の大佐までがやられたんだからなお前さんの馬ゴフランで渡さない おフラン冗談はよしてもらおうぜおっかもうすぐにナポレオン五枚で売れよう中商工乗馬なんだぜナポレオン一枚を出し主砲女はファブリスに言ったがそれを取ると乗馬兵に近づいて「さっさと降りよ」と言った「さあこれがお前さんのナポレオンさ」兵隊は降りたファブリスはうれしそうに蔵に飛び乗った。 女はダバに乗せてあった小さな旅行カバンを下ろしたが「みんな手伝ってくれよ!」と兵隊たちに怒鳴った,女をた,った一人で働かかしといていいのかい。てのだが今買い取ったばかりの馬は背に旅行カバンを感じるとすぐに後足で立ち上がったので悠々と乗っかっていたファブリスもそれを沈めるのに全力を尽くさねばならなかった。 シャレた真似をするね主砲女は言ったこの馬は旅行カバンなんどの肌触りには慣れておいでにならないらしいよ将軍の乗馬だぞ売り手の兵隊は叫んだどう安く踏んでもナポレオン十枚ってとこなんださあ二十フランだファブリスはとかく動きがちな馬を両足の間に挟みつつ あまりいいい気持ちもしていなかったこの時砲弾は柳の並木へ斜めに飛んでまるで鎌で一うち払い落としたように小枝が四方に散らばったファブリスはこの奇異な光景を目にした「くそいよいよ野郎のお見舞いと来やがったよ」兵隊は二十フランを取りながら彼に言ったおよそ二時頃のことであった。 なおもファブリスがこの不思議な光景に見とれているとそこへ将軍の一帯が20機ほどの軽気兵を従えて彼の立ち止まっていた広い牧場のはずれを斜めに敷くして通り過ぎた彼の馬はいななき続けざまに23度後足で立ち上がって彼の握っている手綱をぐいぐい頭で引っ張った「おしどうとでもなれ」 とファブリスは思った馬は手綱が緩められると全速力で駆け出して将軍たちに続く護衛兵に加わったファブリスはそのうちに4個の縁取り帽子を数えたそれから15分もすると隣の刑期兵の言っている言葉からこれらの将軍の一人があの有名なネイ幻帥であることを知った彼の幸福は絶頂に達したが そののの四人のうちのどれがねい将軍だか点で見当がつかなかった彼はそれを知るためにならどんなことでも下に違いないのだが例の一言もしゃべってはならないというのを思い出していたのである護衛兵は前夜の雨で水かさのいっぱいになった溝の前に来てそれを越そうと立ち止まった溝の岸には高い木が立ち並び ファブリスがその入り口で馬を買った。牧場の左手を区切っている。兵器兵たちはほとんど皆、下馬した。溝の騎士は絶壁で、ひどく、滑らかに、水は牧場の下三四尺のところを流れている。ファブリスは嬉しさに夢中で、馬のことなど全然念頭になく。ただ、もう、ネイ将軍と光栄とにのみ、思いを馳せていたので。 激しく興奮している馬はそのまま水の中へ残部と飛び込み、かだかと水しぶきを跳ね上げた。その水しぶきを浴びて一人の将軍はずぶ濡れになり、いやあやあ、ちくしょうめと怒鳴った。アブリスはこの罵声に激しく侮辱を感じ、その弁解を求めてやろうかとさえ思ったが、それよりもむしろ馬を向こう岸に登らせて、 何もヘマをやったわけじゃないということを思い知らせてやろうと考えただが向こう岸は絶壁で五六尺の高さだそのまま登ることは断念しなければならない彼は流れを遡ることにした馬は頭まで水に浸かっていたが少し行くとついに水買い場のような場所を発見し 彼はその緩い傾斜からやすやすと向こう岸の畑へ登ることができたそこへ姿を現したのは護衛兵のうちでは彼が最初で彼は騎士に沿って公然と馬を進めた溝の中では景気兵たちが適当な場所に困って騒ぎ回っていた何しろ水かさは大抵五尺ほどもあったからだ二三頭の馬は驚愕のあまり泳ごうとし そのたた。めに激しい水煙を立てた軍曹はおよそ軍人らしくないさっきの青二歳の捜査を眺めていたので「さかのぼれ左手に水買い場があるぞ!」と叫んだそれからは皆順調に岸へ登った先に向こう岸に着いたファブリスはそこにただ将軍たちだけがいるのを見たが砲声は次第に激しくなってくるらしく。 例のずぶぬれにされた将軍が彼の耳元で叫んでいるのもわずかに聞き取れるばかりだった「その馬はどこで手に入れた?」ファブリスは狼狽のあまりイタリア語で答えてしまった「つい今買ったばかりですなんだと将軍は叫び返したしかしこの時法政は陰々となり強まり ファブリスはそれれ以上答えられなかったこの際我が主人公が甚ははだ勇敢でなかったことは告白しておかねばなるまいが恐怖心はまあ二の次のことにすぎなくてただ耳をつんざく縫製に眉を潜めていたのだ護衛兵は駆け橋を始め溝の向こうに広がる広大な高地を横切って進んだそこには 死体が至るるに散乱している赤「赤シャツだ赤シャツだ!」と護衛の景気兵たちは嬉しそうに叫んでいたそれが何のことだかはじめファブリスには点でわからなかったが進むにつれてなるほど散乱している屍がほとんど皆赤い制服を着ているのだふと見ると彼は恐ろしさに戦慄した この不幸な赤シャツたちの多くはまだ生きているのだ彼らは確かに救いを求めて叫んでいるしかし誰も助けてやろうとはしない我が主人公は甚だ人間的な人物なので己が馬が赤シャツたちを足毛にしないように後をかぎりの苦労をしのんだその時護衛兵は立ち止まったのだが ファブリスは兵隊としての職務には十分な注意を払わずただ不幸な負傷兵を見つめながら駆け足を続けていたので「ほら止まらないか青二三目」と軍曹に怒鳴りつけられた怒鳴られてみるとなるほどすでに将軍たちの右前方20歩ぐらいのところに来ていてしかも将軍たちは望遠鏡でちょうど彼の方を眺めているのだ。 で、その後方数歩のところに止まっている軽機兵たちの交尾へ割り込んで行こうとすると、将軍たちのうち最も太った人が、やはり召喚たるその隣の男へ、およそ威厳のある、またほとんど叱責するような調子で話しかけているのが見えた。将軍は罵倒しているのだ。アブリスは好奇心を抑えることができず、例の老板女から決して話すなと、 注意されていたにもかかわらず短い言葉を正確なフランス語にうまく整理して隣にいる兵隊に聞いてみたあの隣の人を叱りつけている将軍は誰ですかなんだってあら元帥だよ何元帥ですねえ元帥さ今さら何を言ってるんだそれじゃあ君は今までどこの谷にいたんだファブリスは鼻だ。 怒りっぽい男ではあったがこんな罵声には腹を立てようとも思わずただ子供らしい称賛に我を忘れこの豪遊中の豪遊といわれる著名なモスクワ港をじっと見つめていた突然一行は全速力で疾黒しだしたがしばらく行くと前方二十歩ほどのところに異常に荒廃した高地が見えたあぜの下は水だらけで の頂きになっている広く湿った土は黒く細かな土くれとなって三磁尺の高さに跳ね上がっているファブリスは通りがかりにこの異常な現象を目にしたがそれよりも彼の心はまた元帥の光栄を思う方へ移っていた彼はすぐそばで乾いた叫び声を聞いた「二人の景気兵が弾丸にやられて倒れたのだ」 そう思って二人を見つめた時にはもう彼らは護衛兵から二十歩ほど後に引き離されていた彼の恐ろしかったのは血だらけになった一頭の馬が高地の上で小野腹の中へ両足を突き込んでつまずいている光景だった馬はそうやって仲間の後を追おうとしているのだ泥の中を血がいっぱい流れていた ああとうとう俺も戦場に来たのか」と彼はつぶやいた「俺は放火を見た」と彼は満足そうに繰り返したこれで俺も本当の軍人になったんだこの時護衛兵はまた全速力でシックしだし,した我が主人公も辺り一面に土が跳ね上がるのは弾丸のためだとは理解したがさればといってそれがどの方面から飛んでくるのか それをはっきり見定めようもなく、ただ遥か彼方に放列の白煙が見えるだけで迫撃による単調な普段のうなり声のうちから射撃の音がずっと近くに聞こえてくるような気がするだけだった彼には何が何だかさっぱりわけが分からなかったのだこの時将軍たちと護衛兵の一行は五尺ほど下にある水だらけの小道へ降りた。 玄水は立ち止まってまた赤眼鏡を目に当てたファブリスは今度は思いのままに玄水を見ることができた大きな明ら顔に総金髪だ彼はイタリアにはあんな顔はないと思い俺みたいに青白い顔をしくり毛をしていてはとてもあんな人物にはなれないだろうと悲しげに考えたこう考えた意味は後にしてみれば 自分が決して英雄にはなれないだろうということなのだ。彼は軽機兵たちを見回した。たった一人を除いては全部黄色い口ひげを蓄えている。そうやってファブリスが護衛の軽機兵たちを見つめていれば、もちろん彼らもまた彼をじろじろ見ているのだ。彼は皆の視線を一斉に浴びて赤面し、この気まずさから逃れようとして敵の方へ顔を向けた。 そこは例の赤色の人間どもが広く散会している戦線だが、彼をひどく驚かせたのは、彼らがひどく小さく見えたことだ。もちろん連帯か師団からなる一戦なのだが、それが彼には木ほどの高さにも見えなかった。赤色騎兵の一体は原水と護衛兵が泥の中を進みあぐねて、 小刻みに行く下の道へ接近しようと駆けつけつてきた。荒園は立ち込めて進もうとする前方の視野を塞いでいるが時にこの白煙の中から駆け足の騎兵たちがすり抜けてゆくのが見られたすると突然敵の方からこちらへ4人の兵隊が全速力で駆けつけてくるのが見えた「はあ俺たちがやられるんだ」と彼は思ったが 見ていると、そのうちの二人は、元帥に話しかけた。スタンダール作、前川健一役、パルムの総員。その第十一回、第三章、途中まで、二千二十一年、四月二十四日。